江戸川乱歩作モルグ街の殺人事件、前回の続きからです。これは元ウリオンと書いたのを、今ではオリオンとなっていることを言ったものだと話したことがある。で、この説明に関したある辛辣な皮肉から、君がそれを忘れるはずがないのを僕は知っていた。だから君がオリオンとシャンテリという二つの観念を必ず結びつけるだろうということは明らかだった。果たして君がそうしたということは、君の唇に浮かんだ微笑の様子で分かった。君はあのかわいそうな靴直しがやっつけられたことを考えたのだ。それまでは君は小言で歩いていたが、その時体をぐっと十分に伸ばした。そこで僕は君がシャンテリの小柄なことを考えたということを確信したよ。で、その時に君の目相を遮って、本当にあいつは、あのシャンティリは小男だから寄せの方が向くだろうと言ったのさ。それからしばらく経った頃、ガゼットでトリビューノの夕刊に目を通していると、次のような記事が我々の注意を引いたのである。奇怪なる殺人事件。今行3時ごろ、サンロック区の住民はレスパネー夫人とその娘カミユ・エスパネー嬢との居住するモルグ街の一軒の家屋の4階より漏れたらしい連続して聞こえる恐ろしい悲鳴のために夢を破られた。通常の方法で入ろうとしたが不可能だったので、少し遅れ、金手子で間口を打ち壊して、近隣の者8、9人が2名の憲兵とともに入った。この時には叫び声は止んでいたが、一同が最初の階段を駆け上がってきた時、激しく争うような荒々しい声が二言三言聞き取れた。それは家の上の方から聞こえたものらしかった。第二の踊り場に着いた時にはこの音も止んでしまい、あたりは全く静かになった。一同は手分けして部屋から部屋へと走り回った。4階の大きな裏側の部屋へ行くと、その扉は内側から鍵をかけてあったので無理に押し開けたのだが、そこに居合わせた全員を驚愕させるというよりも、むしろ戦慄させる光景が現出したのである。室内は実に乱雑を極め、家具は打ち壊され四方に投げ散らされている。寝台はただ一個あるだけで、その寝具は取り除けられ床の中央に投げ出されていた。椅子の上には血にまみれたカミソリがある。炉の上にはやはり血に染まった長いふさふさした人間の灰色の髪の毛が二束ばかり、根元から引き抜かれたものらしい。床の上にはナポレオン金貨4枚とトパーズの耳輪1個と銀の大きなスプーン3個とメタルのダルジェスプーン3個と金貨約4000フラン入りの袋
袋2個とがある。一隅にあるタンスの引き出しは開けてあって、たくさんの品物が中に残ってはいるが、明らかにかすめ取られたらしい。鉄の小さな金庫が寝具、寝台ではなくの下に発見された。開けてあって、鍵はまだ錠前に刺したままになっている。中には数通の古手紙とあまり重要ではない書類とのほかには何も入っていなかった。ここではレスパネー夫人の姿は見えなかったが、炉の中に非常に多量のすすが認められたので、煙突の中を探ってみると、語るも恐ろしいことだが、頭部を下にした娘の死体がそこから引き出された。その狭い隙間にそうしてかなり上まで無理に押し上げられていたのである。体は十分暖かだった。調べてみると多くの擦り傷があったが、これは確かに手荒く押し込んだり引き出したりしたためにできたものである。顔面にはひどい書き傷が多数あり、喉にも黒ずんだ傷と深い爪の跡とかあって、被害者は絞め殺されたようであった。家のあらゆる部分をくまなく捜索したが、それ以上は何の発見もなく、一同はこの建物の裏にある石敷きの小さな中庭へ出ると、そこに老婦人の死体が横たわっており、その喉が完全に切られていたので、体を起こそうとすると頭部が落ちてしまった。頭も胴も恐ろしく切り裂いなまれ、胴の方はほとんど人間のものとは見えないくらいであった。この恐るべき怪事件には今のところまだ少しの手がかりもないようである。翌日の新聞はさらに次のような商法を付け加えた。モルグ街の惨劇、この最も奇怪な恐ろしい事件。フランスではアフウェールという言葉はまだ我々の感じるような軽々しい意味を持っていないに関しては、多くの人々が取り調べられた。しかし本件に光明を与えるようなことはまだ何一つ現れてこない。以下陳述された重要な証言をすべて挙げることにする。洗濯女ポーリン・デュプールの証言。過去3年間洗濯の御用を聞いていたので、被害者両人を知っていた。老婦人と娘との仲は良く、互いに深く愛し合っていた。代金は滞りなく払ってくれた。二人の暮らしや暮らし向きについては知らぬ。レスパネ夫人は占いを生業としていたと思う。金を貯めているという噂だった。洗濯物を取りに行ったり持って行ったりするときに、その家で誰にも会ったことがない。確かに召使いは一人も使っていなかった。その建物には4階の他にはどこにも家具がないようであった。タバコ商ピエール・モローの証言。今まで4年間レスパネー夫人に少量のタバコ
及び鍵タバコを売っていた。その付近で生まれ、ずっとそこに住んでいる。夫人と娘とはその死体の見出された家に6年以上住んでいた。元は宝石商が住んでいて、上の方の部屋をいろいろな人々にまた貸ししていた。家はレスパネン夫人の所有であった。彼女は貸し屋のまた貸しを嫌って、自らそこへ引き移り、どの部屋も貸さないことにした。老夫人は子供っぽかった。証人は6年間に娘を5、6回ほど見たことがあった。二人は至って隠遁的な生活をしていて、金を持っているという噂だった。近所の人たちの話では、レスパネー夫人は占いをしているということだった。本当だとは思わぬ。老夫人と娘、荷物運搬人が1、2回、医者が約8、9回のほかには、その家の中に入ってゆくものを見たことがなかった。近所の多くの人々も同様な意味の証言をなした。この家へしばしば出入りする者といっては一人もないということだった。レスパネー夫人と娘との親戚で生きているものがあるかどうかもわからなかった。表の窓の鎧戸はほとんど開かれたことがない。裏の窓の鎧戸は4階の大きな裏側の部屋を除いていつも閉めであった。家は良い家であまり古くない。憲兵井戸汁ビュゼーの証言。朝の3時ごろその家へ呼ばれ、戸口のところに約2、30人の人が入ろうとしているのを見た。ついに銃剣を持って鉄蹄ではなくその戸口をこじ開けた。二枚門、つまり両開き門になっていて、下にも上にも貫抜きがかかっていないため、開けるには大して困難はなかった。悲鳴は門が開くまで続き、それから突然止んだ。それは誰か一人の、あるいは数人の人の激しい苦悶の叫び声らしく、大声で長くて短い早口ではなかった。証人が先に立って2階へ上がった。はじめの踊り場に着いたとき、声高く激しく争うような2つの声が聞こえた。一つは荒々しい声で、もう一つはもっと鋭い、非常に妙な声だった。荒々しい声の方の数語は聞き取れた。それはフランス人の言葉だった。女の声ではないことは確かだ。サクレという言葉とディアーブルという言葉とを聞き取ることができた。鋭い声は外国人の声だった。男の声だか女の声だかはっきりわからなかった。何と言ったのかも判じられなかったが、国語はスペイン語だと信ずる。この証人の述べた室内及び死体の状態は、昨日本紙の記した通りである。隣人銀細工業アンリ・デュバルの証言。はじめにその家へ入った連中の一人であった。
大体のところミュゼーの証言を確証する。彼らは家へ押し入るとすぐ、夜更けにもかかわらずわっと集まってきた群衆を入れないために扉を再び閉じた。鋭い声というのは、この証人はイタリア人の声だと思っている。フランス人の声でないことは確かだ。男の声だったかということは確かではない。女の声だったかもしれぬ。イタリア語には通じていない。言葉は聞き取れなかったが、音の抑揚で言ったのはイタリア人だと確信する。レスパネー夫人とその娘とを知っている。二人としばしば話し合ったことがある。その鋭い声はどちらの被害者の声でもないことは確かだ。料理店業オーデンハイメルの証言。この証人は自分から進んで証言した。フランス語を話せないので通訳を通して調べられた。アムステルダムの生まれである。悲鳴の聞こえた時にその家の前を通りかかった。悲鳴は数分、確か10分くらいの間続いた。長くて大声で、実に恐ろしく苦しげだった。その建物へ入った連中の一人である。一点を除いて全ての点で前に挙げた証言を確証する。鋭い声は男のフランス人の声であることは確かだ。言った言葉は聞き取れなかった。声高く早くて高低があり、明らかに怒りと恐れとから発せられたものであった。耳障りな声で、鋭いというよりも耳障りなものであった。鋭い声とは言えぬ。荒々しい声の方は、サクレとディアーブルとを繰り返していい。一度はモンディウと言った。ドロレーヌ街、ミニョ親子銀行の頭取、ジュール・ミニョ、ロー・ミニョの証言。レスパネ夫人は多少の財産を持っていた。8年前の春から彼の銀行と取引を始めた。時々少額ずつ預け入れた。死亡の3日前までは少しも払い出したことはなかったが、その日彼女は自分でやってきて4000フランの金額を引き出した。この額は金貨で支払われ、一人の行員が金を家まで届けた。ミニョ親子銀行の行員アドルフ・ルボンの証言。当日の正午ごろ、彼は4000フランを2個の袋に入れて、レスパネー夫人とその住宅へ同行した。扉が開くと、レスパネー嬢が現れて、彼の手から一つの袋を受け取り、同夫人はもう一つを取ってくれた。彼はそれからお辞儀をして立ち去った。その時路上には誰も見えなかった。裏通りでひどく寂しいところである。仕立て屋ウィリアム・バードの証言。その家へ入った者の一人であった。イギリス人でパリに2年住んでいる。
最初に階段を上った者の一人で争う声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。数語分かったが今全部は思い出せない。サクレとモンディウとははっきりと聞いた。その時数人の人が格闘しているような音、ひっかいたりつかみ合ったりする音がした。鋭い声の方は非常に高く、荒々しい声よりも高かった。イギリス人の声ではないことは確かだ。ドイツ人の声らしかった。女の声だったかもしれぬ。ドイツ語はわからない。以上の証人のうち4名は当時を思い出してさらに証言した。エスパネー城の死体の見つかった部屋の扉は、一同がそこへ着いた時には内側から錠が降りていた。全くひっそりしていて、うめき声も何の物音も聞こえなかった。扉をこじ開けた時には誰もいなかった。裏の部屋も表の部屋も窓が降りていて、内側からしっかり閉まっていた。その二つの部屋の間の扉は閉まっていたが、錠はかかっていなかった。表の部屋から廊下へ通ずる扉は錠がかかっていて、鍵は内側にあった。4階の廊下の突き当たりにある表側の小さな部屋は開かれていて、扉が少し開いていた。この部屋には古い寝台や箱やその他のものが詰め込んであった。これらは念入りに取り抜けられ捜索された。家中、残るくまなく丹念に捜索された。煙突の中は煙突掃除機で上げ下げした。家は屋根裏部屋のある4階建てであった。屋根の引き窓は極めて固く釘付けにされ、幾年も開かれなかったように見えた。争う声の聞こえた時と部屋の扉を押し開けた時との間の時間については、証人らの陳述は様々であった。あるものは3分しか経たぬと言い、あるものは5分も経っていたと言った。扉はヨーヨーのことで開いた。葬儀屋アルフォンゾ・ガルシオの証言。モルグ街に住んでいる。スペイン生まれで家へ入った者の一人であった。上へは上がらなかった。神経質なので興奮の影響を気遣ったのである。争う声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。何と言ったのか聞き取れなかった。鋭い声の方はイギリス人の声であった。これは確かだ。英語はわからないが、音の抑揚でそうと判断する。菓子製造人アルベルト・モンターニの証言。最初に階段を上った中の一人であった。例の声を聞いた。荒々しい声はフランス人の声であった。いくらか聞き取れた。声の主はたしなめているようだった。
鋭い声の言葉はわからなかった。早くて乱れた調子で喋っていた。ロシア人の声だと思う。一同の証言を確証する。この証人はイタリア人で、ロシア人と話したことはない。再び呼び出された数人の証言したところによれば、4階のあらゆる部屋の煙突は狭くて人間は通れない。煙突掃除機というのは、煙突掃除人たちの使うような円筒形の掃除ブラシのことである。このブラシを家中のあらゆる煙穴に上げ下げした。一同が階段を上って行く間に、人の降りて行けるような通り道は裏には一つもない。レスパネー城の体は、四五人が力を合わせなければ引き下ろすことができなかったほど、煙突の中に強く押し込んであった。医師、ポール・デュマの証言。夜明け頃、死体を検視するために呼ばれていった。その時死体は2つとも、レスパネー城の見つかった部屋の寝台の麻布の上に横たわっていた。若い婦人の死体は、ひどい打撲傷と擦り傷がついていた。煙突の中へ突き上げられたために、そんな風になったものに違いない。喉はひどくすりむけていた。おとがいのすぐ下には、いくつかの深い書きつき傷があって、明らかに指の跡である鉛色の斑点が一続きに並んでいた。顔面はものすごく変色し、眼球は突き出ていた。舌は一部分かび切られていた。みぞおちに膝を押し付けたためにできたらしい大きな打撲傷が発見された。デュマ氏の鑑定によれば、レスパネー城は誰か一人あるいは数人によって銃殺されたのである。母の方の死体は恐ろしく切り苛まれていた。右の足と腕との骨はどれも多少とも砕かれていた。左の頸骨と左側の前肋骨はひどく折れていた。全身が恐ろしく傷つけられ変色していた。この障害がどうして加えられたかはわからない。木製の重い棍棒、あるいは鉄製の広い棒、椅子、何か大きな重い鈍い形の凶器を、もし非常な大力の男の手で使ったなら、このような結果が起きたかもしれない。女ではどんな凶器を用いても、こういう危害を加えることはできない。被害者の頭部は、証人の見た時にはすっかり胴から離れて、これもひどく砕かれていた。喉は明らかに何か大変鋭利な刃物で、多分カミソリで切られていた。外科医アレクサンドル・エトゥエンヌは、死体を検視するためにデュマ氏と共に呼ばれた。デュマ氏の証言と鑑定を確証する。その他数名の者が調べられたが、以上の他に重要なことは何も得られなかった。すべての点で、こんな不思議な、こんな不可解な殺人事件。マーカリに本当の殺人が行われたものとしてだが、は、パリでは今まで行われたことがなかった。
警察は全く途方に暮れている。この種の事件では珍しい出来事である。しかも手がかりらしいものの影もない。同市の夕刊は、三六区ではまだ大騒ぎが続いていること、犯罪の行われた家が再び念入りに探索されたこと、改めて証人を呼び出して取り調べたが何の得るところもなかったことを報じた。しかし不起としてアドルフ・ルボンが既往の事実以上に何も有罪とすべきところがないにもかかわらず逮捕されて収容されたことが記してあった。ルパンはこの事件の進展に奇妙なくらい興味を感じているらしかった。彼は何も批評めいたことは言わなかったが、少なくとも私はその態度からそう判断した。彼がこの殺人事件について私の意見を尋ねたのは、ルボンが収容されたという報道があってから後のことだった。この事件を時がたい怪事件と考える点で、私はパリ市民と同じ事件であるに過ぎなかった。殺人犯人を探り出す手段は私には少しもわからなかった。こんな見せかけだけの調査で手段を判断してはならない、とデュパンが言った。パリの警察は明敏だと褒められているが、ただ小利口なだけなんだよ。彼らのやり方には行き当たりばったりの方法以上に方法というものがない。彼らは手段をたくさん見せびらかすが、それが時によるとその目的にうまく合っていないのでね。例のジュールダン殿が音楽をもっとよく聞くために部屋着を持ってこいと言ったことを思い出させるよ。彼らの達した結果には時には驚くべきものがある。がその大部分は単なる勤勉と活動とで得たものなんだ。この二つが役に立たない時には彼らの計画は失敗する。例えばビドックは水量がうまくて根気強い男だった。しかし考えに教養がなくて、いつも調査に熱心すぎるためにしくじっていた。彼は物をあまり近くへ持ってくるので視力を減じたのだ。一二の点は多分非常にはっきり見えたかもしれん。がそのためにどうしても物事を全体として見失うんだね。こういうわけであまり考えが深すぎるということがあるものだ。真理は必ずしも井戸の中にはない。事実重要な方の知識となると、それはいつも上辺にあるものだと僕は信じる。深さは真理を探し求める警告にあるのであって、その真理が見出される三点にあるのではない。こういった誤謬の点検は天体を観察するときのことでよくわかる。星をちらりと見ることが網膜の外側を星の方へ向けて横目で見ることが星をはっきり見ることになる。星の輝きが一番よくわかるのだ。その輝きは目を星に十分に真正面に向けるにつれてぼんやりしてゆく。そりゃ後の場合には実際たくさん光線が目に入るさ。が前の場合にはもっと安全な感受能力があるのだ。角の深さは考えを惑わし力を弱める。あまり長く一心に、あるいはまともに
じっと見ていれば、金星だって大空から消えて見えなくなるかもしれんよ。この殺人事件について言えばだ。それについて僕たちの意見を立てる前に、僕たち自身で少し調べてみようじゃないか。調査は僕たちを楽しませてくれるだろうよ。それにまたル・ボンには前に世話になったことがあって、僕はその恩を忘れてはいない。出かけて行って僕たち自身の目でその家を調べてみよう。僕は警視総監の G を知っているから、必要な許可を取るのは簡単だろう。